華氏451度レイ・ブラッドベリ。華氏451度、この温度で書物の紙は引火し、そして燃える。第一部、炉と飛竜。火を燃やすのは楽しかった。物が火に食われ黒ずんで別の何かに変わってゆくのを見るのは格別の快感だった。真鍮の筒先を両の拳に握りしめ、大いなる蛇が有毒のケロシンを世界に吐きかけるのを眺めていると、血流は頭の中で鳴り渡り、両手は類いまれな指揮者の両手となって、ありとあらゆる炎上と燃焼の交響曲を歌い上げ、歴史の燃えかすや焼け残りを引き倒す。シンボリックな451の数字が記されたヘルメットを鈍感な頭にかぶり、次の出来事を考えて、目をオレンジの炎で輝かせながら消火器に触れると、家はたちまち猛火に包まれ、夜空を赤と黄と黒に染め上げていく。彼は火の粉を蹴り立てて歩いた。夢にまで見るのは、古いジョークにあるように串に刺したマシュマロを火にかざしてパクつきながら、家のポーチや芝生で本が鳩のように羽ばたきながら死んでいくのを眺めること。本がきらめく渦を描きながら、すすけた黒い風に乗って散っていくのを眺めることだった。モンターグは歯を見せて笑った。火炎に煽られ後じさる男たちが人しなみに浮かべる凶暴な笑い。詰所に戻れば、顔はまさにミンストレルショーの芸人で、そのクロンボ顔を鏡に映しウインクするのがお決まりである。その後眠りに落ちる時も、苛烈な笑みが宣告と変わらず顔の筋肉を固めているのを闇の中で感じている。それは決して消えることはない。彼の知る限り、笑みが消えたことは一度たりとなかった。カブトムシのように黒光りするヘルメットを人磨きして壁にかけ、防火服をきちんと吊るした。湯をふんだんに使ってシャワーを浴びると、口笛を吹き吹き、両の手をポケットに、会場を突き当たりまで横切り、穴から落下した。サンジは必死と見えたギリギリの瞬間、両手をポケットから抜き、金色のポールを抱いてブレーキをかける。キューというきしりとともに落下が止まったのは、かかとがコンクリートのフロアにぶつかるほんの1インチ手前のところだ。ショーを後に真夜中の街を地下鉄駅に向かう。列車は圧縮空気の作用で油を引いた地中の層管を音もなくひた走り、やがてクリーム色のタイル張りのエスカレーターに彼を止まらせると、巨大な暖気の塊とともに郊外へと押し上げた。口笛を吹きながらエスカレーターの滑るまま、静かな夜気の中へ。取り立てて言うほどもないことを空っぽの心の中で転がしながら、四つ角に向かって歩き出す。ところが行き着く手前で、どこからともなく風が起こったように、誰かが自分の名前を呼んだかのように足取りを緩めた。このところ幾晩か、星陰の下我が家へ帰る途中、その角を曲がった歩道で、モンターグはかつて経験したことのない雲をつかむような感覚に襲われていた。道を折れる直前まで誰かがその場にいた気がするのである。空気はただならぬ静けさに満ち、最前までそこにひっそりと佇む人間がいて、彼が現れる瞬間、つと影に溶け込み通行を許したかのようだ。ことによると、
うっすらと残る香水の匂いを尾行が嗅ぎ分けたのか、それとも待ち人がいた場所につき、その人間の体温による気温がつかの間5、6度上がっていたのを手の甲や顔の皮膚に感じたのか。理由はわからない。その角を曲がるたびにあるのは白くくねる人気のない歩道ばかりで、ただ一度だけ何やら素早く動くものが目を凝らす間も呼びかける間もなく芝生の上を消えるのに気づいたことぐらいだ。しかしこの夜、今彼の足取りは緩み止まりかけた。ただ意識だけは先回りして角を曲がり、あるかなきかのそよぎを聞きつけていた。息遣いか、それとも誰かが息を殺してその場で待ち受けていたため大気にかかっていた圧力を感じたのか。彼は角を曲がった。秋の落ち葉が月影明るい歩道を舞っているので、そこを行く少女の姿はさながら滑る歩道に固定され、風と枯葉に運ばれているかに見えた。顔を半ばうつむけ、踏み出す足が渦巻く枯葉に絡む様を観察している。細表のミルクのように色白の顔は穏やかな飢えのようなものを浮かべ、飽くことない好奇心を何もかもに注いでいる。そこにあるのは淡い驚きとでも言っていいもので、影の中にある瞳は世界に見開かれ、どんな小さな動きも見逃していない。白いドレスがさやさやとなっている。歩みにつれて触れる手の音が耳に聞こえるようで、次にはもっと限りなくかすかな音。目と鼻の先の路上で待っている男がいると気づき、見上げた時、彼女の顔が白く揺らいだ音だ。木々が頭上で凄まじい音を立て、乾いた雨を降り切った。少女は足を止め、驚いて後じさるかに見えたが、そうはせず、生き生きと輝く黒い目でモンターグを見つめるので、彼は自分が何か素晴らしいことを言ったような気になった。けれど、口はただ、やあ、というふうに動いただけだと知っていて、やがて少女の目が彼の腕の不死鳥と胸に留めた飛竜のバッジに見入られているのに気づくと、再び口を開いた。確か君、隣に越してきた人だったね。あなたはきっと。少女は彼の職業を表すエンブレムから目を上げた。ファイヤーマンさん。声はか細く消えた。おかしな言い方をするね。私、わかるのよ。目をつむっていても。少女はゆっくりと言った。どうして？ケロシン臭いか？女房がいつも愚痴ってるよ。彼は笑った。いくら洗っても落ちないんだ。そうよ。無理ね。気をされている声だ。彼は少女が周囲を巡るのを感じた。彼を逆さまに吊り下げ、静かに揺さぶり、ポケットの中まで空っぽにしているのに、彼女自身は身白ぎ一つしていない。ケロシンってのは僕にすれば香水みたいなものさ。沈黙が長引いてきたので言葉を継いだ。本当にそう思う？もちろん。それじゃいけないかい？彼女はしばらく考え込んだ。どうかしら。よくわからない。そしてお互いの家のある方角に顔を向けると、一緒にこの道を帰っても構わないでしょ。私、クラリス・マクレランっていうの。クラリスか。僕はガイ・モンターグだ。じゃあ行こう。それにしても随分遅い時間に歩いてるんだね。いくつなの？二人は生暖かい風に吹かれながら銀色の舗装路を歩いた。あたりには
もぎたてのあんずやいちごの香りがほのかに漂っていたが、彼は見回してそんなはずはないと思い当たった。季節はもう晩秋だ。ただ隣を歩いている娘がいるばかりで、その顔は月光に照らされて雪のように輝いている。彼からの問いをひねくり回し、最高に気の利いた返事を探している風情だ。私？とクラリスは言った。年は17で頭がいかれてるの。私の叔父に言わせると、この二つは切っても切れない間柄なんですって。年を聞かれたら必ずそう言えって言われてるわ。今は散歩するにはもってこいの時間じゃない。いろんなものの匂いを嗅いで、いろんなものを見て、時々ずっと眠らずにいて散歩して日の出を眺めるの。再び沈黙がおり、二人は歩き続けたが、やがて彼女は考え考え言った。あの、私あなたのこと怖いなんて思ってないわ。彼はびっくりした。怖いってどうして？みんな怖がってるわ、消火局の人たちのこと。だけどただの人間じゃない、やっぱり。彼はクラリスの目の中に己の姿を見た。二つのきらめく水滴の奥に黒く小さく浮かび、口元のシワに至るまで全ての細部がそこにある。まるで少女の目が二つのスミレの琥珀となって、その奇跡のかけらの中にそっくり包み込んでいるようだ。今正面を向いた彼女の顔は、壊れやすいミルク色のクリスタルグラスで、柔らかな光を揺るぎなくたたえていた。それは電気のようなヒステリックな光ではなく、なんだろう、不思議に落ち着く、見慣れない、優しく励ますようなろうそくの光だ。子供の頃、停電の時、母親が一本だけ残っていたろうそくを灯し、つかの間見違えるような気分を味わったことがある。新たな照明の下、空間は広大な奥行きをなくして二人を心地よく引き寄せ、母と子はすっかり変わった姿で、電気があまり早く戻らないように願っている。その時、少女が口を開いた。一つ聞いていい？今のお仕事始めてどれくらいになるの？二十歳の時だから10年だね。自分が燃やした本のうちどれか読んだことある？彼は笑った。それは法律違反だ。そうよ、もちろん。いい仕事さ。月曜にはミレーを焼き、水曜はホイットマン、金曜はフォークナー。灰になるまで焼け、そのまた灰を焼け。僕らの公式スローガンさ。歩き続けるうち、少女がまた言った。遠い昔、ファイヤーマンって言うと火をつけるんじゃなくて火を消すのが仕事だったんですって。そんなこと聞いたけど本当なの？バカな。家というのは元から焼けないようにできてるんだ。嘘じゃないよ。変だわ。昔は建物が間違って燃え出すことがよくあって、その火を消すためにファイヤーマンができたって言うわ。彼は笑った。彼女は素早く目を走らせた。なぜ笑ってるの？わからないね。彼はまた吹き出しそうになり、笑いを噛み殺した。笑ってはいけないかい？真面目な話の時でも笑うし、返事は間を置かずに出てくるし、私が聞いたことなんかちゃんと考えてくれてないのよ。彼は足を止めて少女に向き直った。変わってるな君は。尊敬の気持ちってないのかね。失礼なことしてたらごめんなさい。ただ私、人を観察してると夢中になっちゃうみたい。じゃあこれの意味がわかるかい？彼はチャコールグレイの袖に縫い留めた451の数字を叩いてみせた。
わかってるわ。彼女はささやき声で言い、足を早めた。向こうの大通りでジェットカーが飛ばしてるのを、あなた見たことあって？話題がすり替わったぜ。私、時々思うのよ。ドライバーって、物をゆっくり見ないから、草が何だか、花がどういうものか、知らないんじゃないかって。もし、ドライバーに、緑のモヤモヤを見せたら、きっと、言うわ。ああ、草だね。ピンクのモヤモヤは、あれは、バラの園だ。白いモヤモヤは、家で、茶色のモヤモヤは、牛。私の叔父が前にハイウェイをゆっくり走ってたことがあるの。時速40マイルだったんだけど、それで2日たっぷり留置されたわ。これ笑えるし悲しいことだと思わない？君はいろんなことを考えすぎるんだよ。モンターグはぎこちなく言った。私、ラウンジ壁はめったに見ないし、競馬やファンパークへも行かないの。だから、行かれたことを考える時間はたっぷりあったと思うわ。あなた、町外れの野原に立ってる長さ200フィートの看板、見たことがあって？昔看板は20フィートしかなかったって知ってる？だけど、車がどんどん速く走るようになったので、意味がはっきりわかるように長さを伸ばしたって言うわ。そんなの知るかい？モンターグは出し抜けに笑った。他にも、私が知ってることで、あなたの知らないことがあるわ。朝の草むらを見たら、梅雨がいっぱい溜まってたの。いきなりそう言われても、自分にその知識があるかどうかさえ、彼には思い出せず、気分がイラついた。それから、ほら、目を上げれば。と、空に向かってうなずき、お月様の中に人が見える。彼は久しく見ていなかった。二人は後の道のりを口も聞かずに歩いた。少女は思いにふけり、彼は胸苦しい不快な沈黙の中で時折咎めるような視線を彼女に投げた。少女の家まで来ると、家には煌煌と明かりが灯っていた。どうしたんだろう。こんなにたくさん明かりのついた家をモンターグはめったに見たことがなかった。ああ、あれは父と母と叔父があちこち部屋を変えながらおしゃべりしてるの。徒歩主義者と似たようなものね。ただもっと珍しいけど、叔父は一度徒歩行をしていて、これ話したかしら、逮捕されたこともあるのよ。本当、ヘンテコ家族。それ、何の話？言われて、少女は笑った。おやすみなさい。少女は、足を早めたが、何か思い出したことでもあるのか、引き返してくると、驚嘆と好奇心いっぱいの目で、モンターグを見つめた。あなた、幸福？なんだって？と叫ぶ。だが、彼女は言ってしまった。月光の中を走ってゆく。玄関のドアがひっそりと閉じた。幸福か、時田ぜ。言うにこと書いて。彼は笑うのをやめた。玄関ドアのグローブホールに片手を差し込むと、手の感触をドアに認証させた。ドアは横滑りして開いた。もちろん幸福さ。あの娘、何を考えてる。幸福じゃないって。彼は静まり返った屋内に問いかけた。空調機のグリルを見上げて立ち尽くすうち、ふとグリルの奥に潜んでいる何者かのことが気になった。その何者かは今もなお闇の中からこちらを見下ろしているようだ。彼は慌てて目をそらした。
なんと不思議な出会いをこの不思議な夜にしたことか。こんな思いをしたのは今までに一度しかない。つい一年ほど前の昼下がり、公園でおかしな老人に出くわし、言葉を交わした。モンターグは首を振り、裸の壁を見つめた。そこには少女の顔があった。思い起こす顔立ちはなかなか美しい。実際ハッとするほどだ。細面の顔は夜中に暗い部屋で目覚め、おぼろに眺める小型時計を思わせた。白い沈黙とほのかな光で、時と分と秒を間違いなく告げ、夜がさらなる闇に向かって漆黒し、その先にまた新しい日の出があることを教えてくれる時計。なんだと？とモンターグの分身が問いかけた。普段意識下に隠れているこの薄のろは時折顔を出し、意志、習慣、良識のいずれとも関わりなくたわごとをわめくのだ。彼は壁を振り返った。まるで鏡じゃないか。あの娘の顔、ありえないことだ。こちらが発する光を跳ね返してよこす人間なんて何人知ってる。人間というのはむしろ、彼は手頃な例えを探し、職務の中にぴったりのやつを見つけた。松明だ。燃え続け、寿命が尽きて消える。他人の顔が俺の顔色を俺自身に向かってぶつけ返すとは、なんと珍しい。それも、俺が心の奥底にひた隠しにした罠なく思いよ。それにしても、あの娘の共感力の素晴らしさはどうだ。まるで、パペットショーの熱心な見物客さながら、こちらの仕草やら、瞬きやら、手や指の動きやらを、それぞれが起こる一瞬前に予感し反応している。彼女と一緒に歩いた時間は何分ぐらいだったか。3分、5分。しかし今、あの時間がなんと長く思えることだろう。目の前にいた姿がなんと大きく見えたことか。あのか細い体でなんという影を壁に投げかけていたことか。彼が目にかゆみを覚えれば、娘は瞬きしたかもしれないと思う。顎にあるかなきかの緊張が走れば、相手は一足先に悪病していたことだろう。そう、考えてみれば、彼女はやはりあの道で俺を待っていたのではないか。こんな遅い時刻なのに。彼は寝室のドアを開けた。それは月が沈んだ後、霊廊の冷たい大理石の墓室に入るのに似ていた。全き闇。窓を固く閉ざしているので、表の銀色は欠片もなく、墓穴世界は大都会の騒音からきれいに遮断されている。それでいて、部屋は無人ではなかった。耳を澄ます。室内には蚊の羽音のようなものがたゆたっていた。特別あつらえの暖かいピンクの巣に収まり、スズメバチが電気的な鼻歌を歌っているのだ。かろうじて耳に届くボリュームなので、メロディーを追うことはできた。笑みが薄れてゆくのが分かった。獣の油の肌底の毛に溶けて垂れて折り重なり、あまりにも長く燃え続けた途方もないろうそくのように崩れ果て消えた。暗闇。俺は幸福じゃない。幸福じゃない。幾度も繰り返す。これが目下の本当の心境だと気づいた。少女は彼が被っていた幸福の仮面を奪って芝生をかけ去ったが、今さら彼女の家の玄関をノックして
返せというわけにもいかない。明かりをつけないまま部屋のありさまを心の内に描いてみた。妻はベッドに長々と横たわっている。墓の蓋に乗せられた死体のようにカバーもなく冷たく、両目は目に見えぬピアノ線によって天井に固定され動くこともない。そして両耳にはちっぽけな巻貝、超小型ラジオが収まり、音響の大会の電子的波動を、音楽とおしゃべりと音楽とおしゃべりを彼女の眠らぬ心の岸に響かせている。部屋はまさに無人だった。夜ごと打ち寄せる波の音は妻の体を乗せて沖合へ去り、彼女は目を開けたまま朝に向かって漂うのである。この2年ミルドレッドがこの海で泳がなかった夜はなく、3年目も危機として身を浮かべるのは目に見えていた。部屋は寒かったが、それでも息をするのは難しかった。カーテンやフランス窓は月を部屋に入れたくないので開けなかった。そんなわけで空気の不足からあと1時間は生きられないと知っている男の心境で、妻とは別になった空っぽの、したがって冷たいベッドへ手探りで進んだ。フロアの物体に足が当たる一瞬前、そんなこともありそうだという予感はあった。それはさっき角を曲がり少女を突き飛ばしそうになった時の感じとどこか似ていた。振動を送る足は踏み出した途端、行く手に置かれた小さなバリアからの反響を受け取ったのだ。足は蹴りつけ、物体はチンと鈍く音を立てて闇に転がった。突っ立ったままのっぺらぼうの夜の中で、暗いベッドに横たわる人の気配に耳を澄ます。鼻甲から漏れる寝息はあまりにもかすかで、揺れるのは生命から一番遠い淵辺、小さな葉っぱ、黒い羽毛、一筋の毛髪だけ。それでも彼は表の光を欲しいとは思わなかった。消火器を取り出すと、その銀色のディスクに彫り込まれた下流に触れボタンを押した。手にした小さな明かりに照らされて、二つの月長石が彼を見上げた。澄んだ流れの底に埋もれた二つの月長石、浮世の波風はその上を流れるけれど触れることはない。ミルドレッド！彼女の顔は雪に覆われた孤島を思わせた。雨はそこにも降るのだろうが、島は雨を感じることはない。雲は上空を流れるだろうが、その影を彼女が意識することはない。あるのはただ耳に詰め込まれた小さなスズメバチの歌だけで、目はうつろ、息遣いはか細く弱々しく、息が出ていこうが入ろうが彼女は全く気にしていない。彼が蹴転ばした物体は今自分のベッドの端のフロアできらめいている。睡眠薬を入れた小ぶりなガラス瓶で、今日昼の光で見た時は30錠入っていたが、今はちっぽけな明かりを頼りに見ると瓶の蓋は外れ、中は空っぽだった。立ち尽くすうち真上の大空が絶叫した。巨大な2本の手が1万マイルに及ぶ黒地のリネンを縫い目に沿って引き裂いたように、凄まじい音が空を立ち割った。モンターグ自身も二つに割れた。胸板が切り裂かれ左右に分かれるのを感じた。ジェット爆撃機が上空を通過していく。一機二機、一機二機、一機二機と、六機、九機、十二機の編隊が後から後から、さらにその後も続き、
彼に代わって叫び続けた。彼もまた口を開け、剥き出した歯の間からジェット機の絶叫をほとばしらせた。家が揺れた。手にした明かりが消えた。月長席はもう見えない。手が電話に飛びつくのが分かった。ジェット機は去った。総和口をかすって唇が動いた。緊急病院を、切羽詰まったつぶやき。黒いジェットの爆音で、今頃星は粉々だろうから、朝には降った塵で地上は一面おかしな雪景色だろう。そんな愚にもつかぬ思いをうちに、闇の中で震えながら彼は電話に向かって話し続けた。